どうも、月刊チューズで編集員のんじょこです。どうも、月刊チューズで編集長のやすです。今日はここに2人いるということは何の企画かもう皆さんお気づきですね。何だろう。そうなんです、今日ですね、兄弟企画のこちら100穴の自然の宝庫光ゴケ、光ゴケというわけで、今日は光ゴケを見つけるまで帰れませんっていう。マジで、え、マジ、あれ、そのための人員で来てくれたんじゃない。あ、そうなの。あ、違うんですか。マジでヘルメットとかしてくれるから。あ、俺もこれ忘れた。この100穴とこの光ゴケを見て、ぜひこのカメラに押さえて皆さんにお届けしようと。頑張りましょう。頑張りましょう。それでは行きましょう。月中ない。いや、これ石でしょ。うん。なんでさ、穴開けたんだろうね。穴開けたんだろうね。あのね、うん、横穴式の墓っていうのが、うん、さっき見たと思うけど、うん、古墳時代の後期なんですよ。はい。で、もともと古墳時代自体の最初の古墳って縦穴式なんですよね。で、古墳で前方後円みたいに埋めるんで、うんうんうん、追葬ができないらしいんですよ。追って埋葬することができない。だから一回掘り直して、はいはいはい、こうもう一人入れなきゃいけなかったの。あ、で、あの大きい古墳というのは大豪族とか大王とかすごい上の位の人なんだけど、これは後期になるにつれて普通にそこの側近たちもう入る。あ、要は豪族、普通の豪族とか、はい、その人たちもそう古墳を作るようになって、で、横穴にすることによってこう家族で埋葬できるというか、へえ、一つの穴に複数に入れるようになってるらしいです。めっちゃ怖かった。マジで僕めっちゃ怖かった。寒いし、そう、ここはね、地下軍需工場。うわ、すごい寒い、すごい寒い。マジで、いきなり息が白いもん。なんで、いきなり息真っ白。寒い。すごくない、これ。これは軍事工場跡なんですよ。工場跡なんですよ。今なんかね、点検のため入れないらしいんですけど、崩落の危険があるっていう。そう、うわ、ここ本来なら入れるらしいです。マジか。なんか中島飛行場っていうね、ところの工場らしいです。びっくりしたね。これはもうこの辺でもうこの辺から息がファーッと白くなったからね。登っていく、登ってみようか。翔さん、足元気をつけて。急だな、これ無理かも。何が手すり触んないと怖いけど、手すり汚くてガッツリ触れないみたいな。そうそう、本当に心配。マジで怖い、苦手だわ俺こういうの。本当にあの背中の筋肉がビクビクビクってなってなるだろそりゃ。あ、俺苦手だわこの高さ、リアルな高さ。俺この一番リアルな高さが嫌いなんだよ。嫌いなんだよ。なんだっけこれ、光ゴケ見つけないと帰れないんだっけ。忘れてたね。やさ、こっち入ってみます。怖い。とりあえず入ってみますか。入っていいの。なんか怖いの書いてあるよ。何、現実っていうの。
に安置された遺体がいつまでも腐らないで常に現世の生活が続けられるように願った古墳時代の人々の死者への祈りが込められているのであろうか。いやそれはね、語り手口調じゃん。確定じゃない。それは分かんないよね、当時生きてた人じゃないと。入っていいのかな。失礼します。え、俺結構こういうの怖くて無理なんだけど。失礼します。先いいよ。じゃあこれ入っていいのかな。すごいね、スッていくね。スッていけるね。うわ、なるほどね。え、あ、すげえ涼しい。何、涼しい。広い。高い、立てる。え、めちゃくちゃさ、すごい。ちょっと待って、なんかすごいじゃん。山田陽子さんめっちゃ掘られてんじゃん。え、これ誰か掘ってんじゃん。すごっ。にくい音、すごい。みんな名前掘りすぎじゃない？松本さんとかめっちゃ掘ってあんじゃん。豊か。すごっ。何ここ、マジですごい。ここにだから安置されてるってことでしょ。ちょっと待ってよ。こっちもじゃん。嘘だろ、お前は大丈夫だろ。俺ちょっとお先に失礼します。すごい、なんか光の世界に行ってるやつが。すごいじゃん。でも案外広いんだね。これさ、ぐるっと回ってこない、ここ降りるんだよ。またこれ降りんの。もう次はしないか。俺ダメなんだ、俺室内がいいんだ。基本的にはコンクリートに囲まれた世界がいいんだ。お、この椅子あれだな、人間攻撃に基づいてるな。そうなの。うん、座ってみて。いや、そんなことないと思うけど。この角度。あ、すごい。この角度すごいよね。楽。立ちやすい。すごい。人間攻撃に基づいてるこの角度。ちょっと少女座ってみよう。景色映しがてら。すごい。いや、焼き鳥名物なんだって。あ、なるほどね。ちょっと傾斜してんのね。あの、ま、やす、今椅子の話してたからさ。焼き鳥の話まだもうちょっとだけ我慢してますよ。よし、行こう。光ゴケ、いざ、まい。人が住んでその家がある。休憩どこ？人ん家かな。あ、いたあ、終わりですね。光ゴケ、かけらもなかった。光ゴケは書いてある。本当に？なんかもっと多分洞窟の中とかだと思う。まあ、とりあえず百穴の頂点は、頂上には家がある。へへ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 へ
ちなみにあの中に入ってた埋葬されてた人たちはどこ行っちゃったんだろうね。どっかに埋めてんじゃん。土に帰ったんだ。だ仏教が渡ってくると、うん、多分こういうお墓がなくなってったってことじゃないかな。そっか。あ、一応なんか219個穴があるらしいですよ。あ、そうなの、うん、100以上ある。はい、100穴じゃない。すげえあんじゃん。219穴。219穴。そこにあったの、うん、これがそうなんじゃないの。ほら
ここら辺のやつとかそうじゃないの？これそうでしょ。ほら、光ってるよ、光ってるよ。ここ辺じゃなくて、これじゃない。めちゃくちゃ光ってる。ライトだろ。じゃあ普通のところでライトやってみ。ライトだ。いや、ね、怒られるよ、そんなもんで。これすごい光ってる。すごい光ってる。怒られるよ。でもこれでしょ、光がけって。なんか水が出てる。本当に？もっと光ってたよ。もっと光ってた。ああでもなんかペラ怖い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 じゃん。ジャボの声って響くね。ああでもこれが光ボケか。光ってるところは見えなかったけど。あっちだったんだ。あ、入れない。また涼しいやつじゃない？ダメじゃん。あ、涼しい。寒い。あ、でもこのついてるのがそうなんじゃん。これ左とかついてんじゃん。え、どこ？ん？あの、あそこ。え？壁に。これ、いって、足元見える。足元見えてない。ここってこと？違う違う。ここいうのってこと？あの、そうじゃない？そうなの？これ？これのこと？これのこと？いやでもこれさ、ただのなんかさ、普通に俺なんか触ったような気がする。なんかただのなんか、これじゃん？こういうのじゃん？サビじゃん。サビじゃん。サビか。じゃあこれが光ゴケということで、はい、全部見つけましたね。見つけました。百穴も行けて。百穴見つけてね。光ゴケも見れて。はい、見れたのかこれは。見れ。いや光ってるね。ね。光ってるね。はい。というわけで。真似してんね。バッチリ見ちゃったよ。こちらの今日の火、はい、なかなかいい絵撮れましたよね。いや素晴らしい、すごい良かった。良かったね、良かったね。こちら OK ということでよろしいですか。はい、OK です、バッチリです。じゃあまた次回お会いしましょう。ではまた。こっちでした。ガッツリも書いてある。何を間違えてたんだろうね、俺らは。でもあの洞窟でも光ってたけど。光ってた。俺らには見えた。ちょっとじゃあ映してきてください。難しいな。これもう光ってるっしょ。ほら。うおお。何？びっくりしたよ。ほら、近くに胡蝶しのぶさんがいる。これ光ってるよね。どう？映ってる？もう光ってるっしょ。めっちゃ光ってる。めっちゃ光ってるよね。やった。これ普通じゃんこれ。光ってるね、これ YouTube 史上初じゃないですかね。光ゴケを映した人たち。引きで撮るのよ。いやーいいねー。すごくない？お、雨すごい光ってる。キモい、無理。あれ、無理だわ。いや、ちょっと、あ、光ってる、光った。ちょっと、こんなにね、いいとこで押したね。でもいいとこで押した。見て、すごい光ってるよ。やす、見ない？いや、いいところで押してるよ。見て。どうしたの？無理。お分かりいただけただろうか。投稿者が光ゴケの撮影に成功したと思われたその直後、いいところで押してない。何かの気配を感じたのか、見て、拒否反応を起こしている様子がビデオに映し出されている。やす、見ない？
ちょっと。いや、いいところで押してるよ。見て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 。どうしたの？どうしたの？投稿者の話では背後から迫り来る大男の姿がスマートフォンに反射して確認できたという。これは未だ成仏できずにさまよい続けるあの世のものとでも言うのであろうか。